はい、皆さんどうもお疲れ様です。冬モードになってきました、七尾です。昨日はね、大会の発表会ですね、たくさんの方に見に来ていただいたし、非常に盛り上がって、くれたと思っております。はい、で最後の最後にね、あのさくちゃんさんから始まり、僕も今からでも協賛間に合いますかということで、急遽ね、たくさんのね協賛品を追加でいただきまして、その場で追加の抽選をねなんとやらせていただきまして、先ほどもねあの協賛品それを受け取ったところなんですけども、本当に最後に皆さんのおかげでも、また最後にこうアディショナルタイムにね盛り上げてくださって、非常にこちらも嬉しいし、いい経験になった大会でした。またね第3回の方はやれるように頑張っていきますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。で動画の中でも言ったんですけど、まあ、それは登録者数が例えばね1万人いったらやるのかとか、もちろん1万人はね絶対やろうと思ってるんですけど、まあ、あまりにもね時間がかかっちゃって、また2年3年でかかるようだったら開催ができないので、まあ、途中で7700とか、なんか7王みたいな感じでやれたらなんとか、あとはいい時期になったらねやろうかなとかも勝手に思ってますんで、もしよろしければまた次回大会も楽しみにしていただけると嬉しいです。本当に皆さん、参加してくださりありがとうございました。はい、ではいつものやつをねやっていこうと思います。今日は GoPro が直ったんで、直ったっていうかね、このネックマウントが来たので、やっていこうと思います。濁り方はこんな感じです。白く濁ってます。いい感じだと思います。昨日よりちょっとね 10% ぐらい増したかもしれないですね、濁り方が。こんな感じです。はい、アングラさんは浦安側はですね奇跡の0名ですね。誰もいらっしゃらないですね、本当に。時刻の方が今朝の9時半ぐらい、9時10時になるか、12月6日の9時57分なんで、もうすぐ10時なんですけども、先ほどねスマイル上田さんが協賛品を来てくださってお届けに、非常にありがたいところで、上流側にはね今 YMCA さんが釣りをしてくれて、ロンティーをね、共感してくださった YMCA さんです。はい、今日はこれで釣れました。こちらね、こちらといえばこれ、ソニックブーン、ソニックブーン。はい、失礼しました。やべ、やべ落ちる。ソニックブーン、パワーゲージャー。11度、やべ、激下がりしている11度です。やばいっす、11度、やばいよね11度は。まあ実際ね一桁台に行きますからね、真冬は余裕で。今日は最初にちょっとねブレード攻めで行ってみようかと思いまして、これがこの壁が川沿いだとしたら、ごめんねピーちゃん、これチャポンと着水して、着水してスーッと落ちてきて、でこの辺をなんとなくこうそこからね、ここ着底からの巻き上げでくずーっと斜めにこう自分に近づくにつれて上がっていくオールレンジを狙えるパターンと、クロスとかに投げてまっすぐ投げて、ちょっと流れが先効いてるんで、下げに、ちょうど下げのパワーに合わせて巻きも合わせて着底したらちょっとだけ巻いてあげて、そこから1メートルぐらいとか70センチとか、まあ、1.5 メートル以内の中をスーッとこう引っ張ってくるような感じの巻き方と2パターン、どっちかというとちょっとボトムを意識してやってみようかなと思います。ただここ掛け殻がね結構起伏が激しく入ってるんで、それもちょっと気をつけながらやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。だからボトムをちょっとこうゆっくりいるシーバスとかそういうのを狙おうかなと思っております。あとは一応たまに着水したらすぐ巻き始めて、上の方とかも狙ってみようかなと。あ、やば、パワーブレードの20ハゲハゲバージョンですね。でこの後は同じブレード系でシャールダスとか入れてみようかなと思ってるんですけど、よろしくお願いします。お、ちっちゃい鳥がいる、着底待ち、着底しました。ここから最初巻き上げていきます。あ、でも上流側にね3名ほどいらっしゃいますね。カップルアングラーさんとお一方の方といらっしゃいますね。
久しぶりにお会いしたな、スマイル上田さん。いい車乗ってそうな感じがすごいしましたね。いい車乗ってそうな感が、なんか波動を感じたな。勝手に言ってますけど。ね、この後どしどしとこの撮影が終わってお昼ぐらい過ぎぐらいですかね、ちょっと何時頃家に帰るかわかんないんですけど、もう一方今日新浦安にお届けするミッションがあるので、そちらをクリアしてって感じですかね。であとはまあちょっと落ち着いた時に DM を、商品当たった方々にね、あの送らせていただいてやり取りさせてもらおうかなと思っております。ちょっと昨日ワールドカップ見ちゃって、3時とかになったんですかね、そこから寝ちゃったんでちょっとねやり取りできてないんですけど、帰ってしっかりと状況をね、ちゃんと温しのなるよう名前を書いて DM をさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。あとはあれか、さくちゃんさんとかね、天くんさんとかもお会いしたし、お会いして受け取らせてくれるってことだったんでね、ありがたい。おー、ゆっくりドンキー、ちょっとゆっくりすぎましたね。カキ殻軍団に当たっちゃったかな。もうだんだんね、魚のスレッとかっていうのもね、冬は全くなくなってくるんで寂しいですよ、本当に。投げてからのラインスラック取って指にないようにして、で着底待ち、竿先見ると分かるんですけど、はい着底と、そしたら、バーッと最初ギュッと巻いて、一応ブレード回ってる感感じたらちゃんとね、で竿を45度で川底のところをすらないぐらいで巻いてきてます。同時にちょっと右へ流されつつですね、魚ですね、今魚ですけど多分ベイトです。触れるね、触れるっていうことも今ないなんて言ってたけど、ありましたね。速攻であったな。でもボトム付近でしたね。バイトではないと思いますね。なんか唇のあの皮の厚い感じのコンって感じじゃないから、ショートバイトでもないと思いますね。これがラストの一投です。ちょっと今度上の方引いてみましょう。こうやってスーッてやってみると、本当にブルーって細かいプルプルプルともいかないようなビーンみたいな感じの波動をね感じるんで、そうするとあちゃんと回ってるっていうのが分かるから、ちゃんと釣りの続行できるんですけど、たまにブレードをね巻き込んじゃうこと結構多いんで、絡まっちゃってエビっちゃってることがよくあるので、最初に確認してます。僕は着水していざ巻きますよって前に一回こう横にスーッてスイープにやってみて、でいい感じにねビーンって回ってる細かい波動が来れば、あ大丈夫だということでしっかり続投してる、するとなんかいつもよりグワングワングルングルしてるなとかって感じだったら、多分エビってるんでもう回収しちゃいます。はい、大丈夫でしたねっていう感じでした。ということでこの後はね、ちょっと YMCA さんにね、ちょっと今日はインタビューさせてもらおうかと思っておりまして、あちらに特設ステージがありますので、あちらでちょっとね10分15分のインタビューさせてもらえたらなと思います。非常にねいい人で優しい感じで、なんか僕こんな僕にすごい付き合ってくれて、非常にいい感じのアングラーさんなんですけど、はい、シーバスね、まあナイスガイさんに続き、次は YMCA さんでちょっとインタビューさせてもらおうかなと思っております。ではまた明日よろしくお願いします。もうこれ完璧に大番って分かりました。でさっきスマイル上田さんが来たんですけど、やっぱりね地元のおじちゃんとかに聞くと、まあ彼らがやってくるとだんだんね釣りの方も厳しくなってくると、まあ越冬する鳥が来るってことはもうこっちも寒いってことなんでね、まあ今日はちょっとワールドカップのダメージがみんな残ってると思うんですよ、色濃く。なのであと天気も悪かったですし、だから今ねアングラさんが少ないんだと思うんですけど、はい、ということでした。また明日もよろしくお願いします。失礼いたします。